フィギュアスケート男子で五輪連覇を果たし、昨年プロ転向した羽生結弦さんの応援サイトを運営していた千葉市在住の女が、女性をサイトで繰り返し中傷したなどとして、愛知県警から名誉毀損、毀損などの容疑で書類送検されていたことが分かった。捜査関係者などによると、女は2021年頃から、自身が運営する羽生結弦さんの応援サイトで、名古屋市内の40歳代女性の SNS のアカウント名を示して、羽生結弦選手を脅迫している、殺人の未遂に問うべき、などの虚偽や中傷の書き込みを繰り返し、女性の名誉や信用を傷つけた疑い。女性は SNS 上で趣味の手芸作品の投稿をしていたが、女は羽生結弦さんの衣装制作を手掛けたのは女性だと決めつけ、怪我を誘発する衣装で、羽生結弦選手の演技を妨害した、などと主張していた。女性のアカウント名とデザイナーの名前が似ていたため、女が誤解した可能性があるという。あの昴生がスポンサー契約したバレエ男子、高橋愛が11ラジオ出演へ羽生結弦、大谷も契約で話題。バレーボール男子日本代表で、現在イタリアセリエ A のベロバレーモンタでプレーする高橋愛、22、イコール日体大イコールが、10月1日に東京 FM で放送される、コセファインドマイビューティー、日曜、全球、0にゲスト出演することが29日、発表された。番組スポンサーの昴生は今月13日、高橋とスポンサー契約を締結。バレーボール選手とのスポンサー契約は男女通じて初めて。高橋は初めてイタリアに挑戦した時に現地の水が肌に合わず、それ以来昴生様の商品で日々肌をメンテナンスしています、などのコメントを発表していた。高橋は身長188センチ、体重82キロ。2020年に日本代表へ初選出され、21年に行われた東京五輪では全試合でスタメン出場を果たした。現役大学生ながらイタリアセリエ A のパドバと契約し、23分の22シーズンは開幕から最終戦までの1シーズンをイタリアでプレーしたことでも話題に。甘いマスクで海外ファンも多い。昴生とアスリート、フィギュアスケート羽生結弦さんは雪肌精のアンバサダーを、エンゼルス大谷翔平選手はコスメデコルテの CM に出演するとともに、昴生のグローバルアンバサダーを務めている。司会でミス連発、赤信号を無視疑惑、フィギュア女王ザギとは、羽生結弦の結婚ショックか、トラブル続き日常。18年のピョンチャン冬季五輪で金メダルを獲得した、女子フィギュアスケートの女王ザギとは、21、ロシア、がトラブル続きだ。ロシアのメディア、スポーツ .ru によると、9月16日と17日に行われた演技会で務めた司会業でミスを連発したそうです。イベント後に各選手へインタビューするも、質問を忘れたり名前を言い間違えたり。見かねたスタッフから、質問内容や正しい選手名を耳打ちされるほどだったとか。ミニスカートと白いソックスという女子高生風の衣装で目立っていただけに、本人もいたたまれない様子でした。トラブルは司会での仕事だけではありません。8月下旬にザギトワが、自身のインスタグラムに上げた動画が物議を醸しているんです。運転しながら美しい夕日を撮影しているのですが、対向車の車はすべて停車していた。つまり赤信号を無視して運転、撮影していた疑いがあるんです。うっかりだったのか、故意だったのか、防犯カメラ映像を入手したロシアのメディア、ショットは、交通違反は明白と報じています。全国紙モスクワ駐在記者。リンク上で強く抱き合い。ロシアのネット上では、ザギトワの言動を心配する声が多く掲載されている。女王よ、どうした？演技をしていた頃のあなたの輝きはどこへ？何やら気が気ではない様子が伝わってくるザギトワ。ショッキングな出来事でもあったのだろうか？噂されるのが、好意を抱いていたとされる羽生結弦の結婚発表です。9月16日配信の週刊女性プライムでは、8歳年上の美人、元バイオリニストとお相手の具体的な素性まで報じられています。ザギトワとしては相当な衝撃だったでしょう。ザギトワは羽生結弦への好意を隠そうとしていません。フィギュアスケートの大会では常に羽生結弦の近くにいましたし、ピョンチャン五輪ではリンク上で長い時間強く抱き合っていました。同じく羽生結弦との仲が噂されたメドベージェワが、ものすごい軽装でザギトワを睨んでいるのが印象的でした、スポーツ紙担当記者。
心の傷を癒す特効薬は時間と言われるが、世界を魅了した弾ける笑顔を一日でも早く取り戻してもらいたい。